はい、皆さんこんにちは。皆さんの生活に心が動く学びを、隙間時間の心理学です。よろしくお願いします。さあ今日のテーマですね、心理学の研究法、発達研究、縦断と横断の違いはということで、縦断研究と横断研究について話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ今日の話をするにあたってですね、ぜひ皆さんにお伝えしたいものがマシュマロテストというものです。ご存知でしょうか。こちらですね、4歳児の目の前にとっても美味しそうなマシュマロを置くんですね。で、そのマシュマロ、当然子供ですから食べたい、食べたいよ。でもですね、ちょっと我慢しなさい。15分我慢できたらもう1個あげるからね。さあその時に子供はですね、その今自分の目先の欲求に従って食べてしまうのか、いや待てよ、我慢したらもうちょっと多くの利益が得られる、2つマシュマロが食べられる、そういうふうに考えて我慢することができるのか、目先の利益に飛びついてしまうのか、それともっていうところがですね、このマシュマロテストのポイントになります。で、実はですね、ここでしっかり我慢できるかどうかっていうものが、セルフコントロール、そして勤勉性、自制心、そういったものに影響することが明らかになったわけなんですけども、マシュマロテストが注目を浴びたのは実はそれだけじゃないんですね。それがですね、こちら、さらにはここでマシュマロを我慢できるか否かが、将来の学力であったりとか健康状態や経済状態ですね、そういったものを予測することが明らかになり注目されたんですね。つまり4歳の段階でしっかり我慢できる子は学力が高かったり健康状態が良かったり経済状態が良かったり。でもそんなことってどうやって分かったんでしょうか。実はですね、このマシュマロテストの結果をもとに膨大な数の追跡調査が行われたんです。4歳の時に我慢できた子が大学時代にどうなったか、そしてその後どういうお仕事をしてどういう生活を送ってっていうことが徹底的に追跡されてですね、その追跡調査の結果ですね、その4歳児のマシュマロテストの結果がこういうふうに影響するってことで、まあ、話題になったんですね。まあ、実際には現代においてはそのマシュマロテストに対する反論っていうのもいくつかあったりして、その4歳児のマシュマロを我慢できるかどうかっていうことだけが、その将来の学力やその経済状態、健康状態を決定するっていうほど強いものではもちろんないわけなんですけど、ただ影響する一因になることは間違いなく、やはりですね、かなり注目された研究と言えます。で、このようにですね、特定の個人を追跡調査し続ける、つまり4歳児の時のマシュマロテストの結果、4歳児のマシュマロテストの結果が20歳になった時の大学時代の学業成績であったりとか、あるいはそれ以降のですね、こう就業状態、経済状態、そういったものにどう影響するのか、こういうふうに個人を追跡調査することによって、その発達的な変化を検討する方法のことを縦縦断研究というふうに言います。で、縦断研究は貴重なデータが得られる反面、時間的コストが非常に大きいんですね。つまりもうずっと追跡してなきゃいけないわけなんです。あと、どうしても個人の追跡になりますので、たとえその追跡調査があったとしても、その人はそうだったかもしれないけど別の人は違うかもしれないでしょう。つまり統計処理に耐えうるだけの大量のデータを集めるというのはなかなか困難なんですね。やはり限られた個人のデータなんじゃないかっていうふうに言われてしまう可能性はあるわけです。なおですね、マシュマロテストは4歳児はなかなか通過できないんですけど、5歳、6歳、7歳となるにつれて、だんだんですね、通過できる子供が増えてくるなんていうふうに言われてます。例えばある時に、さあじゃあ4歳児の皆さんマシュマロ我慢できますか、5歳児の子マシュマロ我慢できますか、6歳児7歳児っていう風に、まあ例えばこの2022年の現代において4歳の子は我慢できる、5歳の子は我慢できる、6歳の子は我慢できる、7歳の子は我慢できるっていう風に
ある一時点、例えば2022年だったらある一時点で4歳の子、5歳の子、6歳の子、7歳の子ってデータを取って、でその際から発達的な変化を検討するのが、これが横断研究です。横断研究のポイントになるのは時間が動かない。例えば今これの追跡をしようと思ったら、2022年に4歳の子が16年後ですから、2038年にデータを取ってることになるわけですよ。いや、こりゃ時間的なコストがかかりますよね。2022年に4歳だった子が2038年の時にどうなってるですね。縦断研究ってのは本当に時間的コストがかかるってこういうことですね。ただ2022年の時に4歳の子たち、5歳の子たち、6歳の子たち、7歳の子たちを調べることによって、年齢が減るについてどうなるだろう。6歳になるとだいぶ我慢できる子増えるね、7歳になると大半の子が我慢できるね、みたいなのが分かるのは横断研究なんですね。しかしそれは時間的なコストが小さく、多くのデータを収集することが可能であるという反面、やはり横断研究から得られた知見が現実に適用できるとは限らない。例えば7歳ぐらいになると多くの子が我慢できるんだけど、本当にこの子が7歳に、ですか、3年後ですから2025年に7歳になった時に本当に我慢できるようになってるんだろうかってのはまた別問題ですよね、はい、ということで縦断と横断っていうふうに言われた時に、時間が流れていく追跡調査である縦断、そして一度に調査して比較しながら検討していく横断という形で、時間が流れる縦断と時間が流れない横断っていうふうに捉えていただけるといいかなと思います。さあ今回の話まとめていきましょう。発達的変化をですね、研究する方法は大きく分けて縦断研究と横断研究があります。で、縦断研究は個人の追跡、横断研究は一時点での比較、そしてそれぞれに利点と欠点がありました。そしてここで皆さんに一つお伝えしておきたいこと、実はですね、コーホートと呼ばれる用語があります。これが何かというと、同時期に生まれ育ち共通する時代背景の影響を受けた集団。例えば同じ12歳を比較しても、戦争中の12歳と受験戦争時代の12歳とゆとり教育の12歳と、そして新型コロナウイルス感染症の時代であるこの現代の12歳、全く同じとは言い切れないですよね。このように同じ年齢であったとしても時代の影響っていうのを大きく受けている、そういった点を加味する必要があるわけです。ですので発達研究を見ていくにあたってはですね、このコーホートという視点もですね、外せないことになります、はい、ではですね、今回の動画はここまでにしたいと思います。また皆さん別の動画でお会いしましょう。さよなら。